設立当時の岡山県知事である長野志郎が不登校問題に直面した折に問題意識を持ったことをきっかけに長野自らが主導して加計学園グループに協力を要請し公設民営方式を持って運営することを目的とした高等学校である。学校の運営は加計学園グループに属する学校法人機備高原学園が行っているが 同学園に対する趣旨とそれに基づく運営には、岡山県も参加しており、このことから、同学園の理事長は、長野以降、歴代の岡山県知事が務めるものとしている。長野が、きび高原学園の設立を思い立った、直接の契機は、個人的なつてから知人より、その知人の子の不登校問題への協力を願われ、岡山県立高等学校での不登校問題に、 際して、地元の各私立高等学校へ、その受け皿となる、要協力願いに行った折、山陽女子高等学校の城代先生より契句を発されたことがきっかけである。城代先生よりの契句この言葉を受けた長野は、自らの協力願いが、公立高校が起こした、不登校の責任と後始末を私立学校に押し付けているだけであると気づき、 この是正を求める手段の一つとして、公設ミ営である、吉備高原学園の設立に至ったと語っている。善良性での生活を通じて、心身の鍛錬、礼節の尊重、自立、協調、規範の遵守、学習への意欲を培い、人間を作る全人教育を、教育方針としている。善良性を採用したのは、旧制第六高等学校出身の長野が、 全人教育を行うにあたって、旧正高等学校の全量性を意識したためである。普通科定員100名理事長学園長初代、第2大路線バス自動車注車区出展。ありがとうございます。